ふう、あと2時間で会議か。よう、アリス、お疲れ様。今って暇か？いいえ、暇ではありません。なんか怒ってる？そうか、ちょっと食事でもどうかなと思ったんだけど、忙しいんだよな。無理です。それでは失礼。やっぱりすごく機嫌が悪いみたいだな。いつもなら断るにしろ、お前の相手をしている暇ありませんと。俺なんか嫌われるようなことしたか？まあとりあえず一人で食べてから行くか。ではこちらの案件はアリスとキリトに任せたいと思います。え、私とキリトでしょうか？おい、何も会議で嫌がらなくていいだろう。ねえ、本件の魔獣の強さ、そして特徴から鑑みて二人に行ってもらうのが最適だと思って割り振ったの。未だかつて俺たちの間にこんなに長い沈黙が続いたことはない。だが今無駄口を叩いたらアリスに無視を通り越して切られそうな気がする。なんで怒っているんだろう。まずは自分の胸に手を当てて思い当たる節がないか考えてみよう。原因があるとすれば、俺が対策本部で出された食事で隣の席に座ってたアリスのケーキを間違えて食べたことか。いや、あの時めちゃくちゃ怒られたけど謝ったし、それで済んだはず。この魔獣の討伐が終わったらどうして不機嫌なのか聞いてみるか。目標に近づいてきました。準備をしてください。ああ、相手は毒を持ってるトカゲ系の魔獣なんだっけ？はい、彼らは古き時代にしびれ毒を宿した木の天命を取り込み、しびれ毒の威力は強い。油断すれば即座に体の動きを奪われてしまいます。分かった、肝に銘じるよアリス。一緒に頑張ろうぜ。必要なことは教えてくれた。だが言い方の端々が恐ろしく冷たくビジネスライクだ。そして最後の言葉は完全に無視だ。これは相当まずいぞ。よし、早いとこ片付けてアリスに不機嫌の理由を聞こう。幸いと言うべきか、カラントもここにありましたね。なあ、まずは魔獣から片付けようぜ。はい。それじゃあ最後はこのカラントだな。よし、終わったな。行こうぜアリス。待ちなさい。まさかカラントから生まれたばかりの魔獣が。避けきれなかった。体が動かない。ありがとうアリス。ごめん、ちょっと立てないみたいだ。毒にやられましたか？先ほどの戦いで
神聖力は使い果たしてしまいました。月が出るまでここで待ちましょう。回復は空間神聖力が満ちれば行います。月が出るまでどれぐらいかかるかな。おそらく1時間か2時間でしょう。俺こんなにも不機嫌なアリスと2時間ここでこうして過ごすのか。でも不機嫌なのにここにはいてくれるんだな。アリス、今こんなことを頼むのはものすごく気が引けるんだけど。頼むことの内容によります。何か少し柔らかい布とか持ってないか。頭に岩みたいなのが当たって痛いんだ。なるほど。なんだよなるほどって。もしかしてそう言って放置する気か。お前、頭の力を抜きなさい。え、力を抜けと言っているのです。よくわからないけど抜いたぜ。まったく。アリスさん、何もこんなことをしてくれとは頼んでないぜ。文句を言わないでください。これで岩は当たらぬでしょう。当たらないけど、でも黙りなさい。第一お前が周囲の確認を怠るからこのようなことになってしまったのではないですか。カラントを切った後も魔獣はその周辺に残っている可能性がある。以前にも注意したはずですが。大体お前は常日頃よりカラントを切りさえすれば万事が解決すると考えている節があります。それゆえ私は幾度もお気楽なお前に注意をしてきました。ですがお前の耳はどうやら節穴であったようですね。私が注意した効果は一切現れなかったということなので。なんかめちゃくちゃひどい言われようじゃないか俺。当然です。お前の身に何かあればと思って私は。アリス、いえ、最後の言葉は忘れなさい。何です、笑ったりして。いや、いつものアリスだなと思って。いつもの私。今日はなんだかアリスが冷たいし怒ってるのかなって思って。一緒にいてもさっきみたいなお小言や皮肉を全然言われないし、俺今度こそアリスに本気で嫌われたのかと思ったよ。嫌う？いや、ちょっと前に俺アリスのケーキを食べちゃったし。ケーキ？ケーキのことなど気にしていませんよ。食い意地の塊のようなお前と違って私は食べ物にそこまで強い執着を持っていませんので。そのけなし方もアリスらしいな。ほっとしたよ。そう言われると複雑です。それはそうとさ、アリス。何です？さっきからなんでそんな近くで顔を見てくるんだ。別にお前の様子を見ているだけです。様子って言ったってただの麻痺状態なんだけど。毒に他の効果もあるかもしれないでしょ。なので経過を観察しているのです。ああ、そういうことなら。ええ、ただそれだけのことです。それよりお前、私の様子が違うと気づいていたのですね。なあ、明らかに不機嫌っていうか元気がないみたいにも見えた。それに俺と一緒に行くってなった時にみんなの前で嫌がるなんて珍しいからさ。確かに今日はお前と共に行くのはためらわれました。え、それじゃあやっぱり俺のこと怒ってたのか。そうではありません。じゃあなんで避けたりしたんだよ。私は一体どのようにお前と接すればいいのか分かる。正確にはお前とこれ以上親しくなることを恐れているのかもしれません。恐れている？私はほんの少し前お前に出会ったことであまりに多くの真実と感情を知りました。右目にかけられた封印の意味、最高司祭様の人を人と思わぬ、自分が天界から召喚された存在などでなく最高司祭様の忌まわしき術により作られた人格であるということ、
その真実によって傷つき、苦しむ気持ちも初めて知りました。そして私はお前と共にあることで以前より怒り、涙し、笑うようになった。私は今こそが人として生きているのだと感じます。私はもう人形ではないのだから、アリス。そしていずれ私はアリス・ツーベルクにこの体を返すこととなるでしょう。それなのに私はお前と共にあるこの時間や私自身の人格を失うことを恐れている。そう思うのは当然だよ。聖号騎士としてのアリスは確かにここに生きているんだから。いいえ、私はアリス・ツーベルクとセルカ、そしてユージオに誓ったのです。だからこそ私は日に日に大きくなるこの戸惑いの感情を断ち切らなくてはなりません。それを断ち切るために俺を避けようとしたのか。ええ、お前と無駄話をしたり慣れ合ったりするのをやめれば少しはその気持ちが緩和されるかと考えましたので。しかし緊急事態ゆえにすぐ元に戻ってしまいましたね。私もまだまだ甘いということでしょうか。俺はこの方がいいよ。何よりアリスらしいからさ。私は別れが辛くなるのは嫌です。なあアリス、まだ秘密の話なんだけどさ。秘密？何ですか？俺は今のアリスもアリス・ツーベルクも両方生きられる方法を探したいって思ってるんだ。それはこの体は一つです。二つの人格を分かち合うことなどできはしない。方法はまだ分からない。もう一つ体が必要になるかもしれないし、それでも俺は今のアリスが消えていいだなんてこれっぽっちも思わないんだ。それはまるで神の領域に触れる行いです。なぜお前はそんなことを考えるのです？難しいな。でもどうしてかって聞かれたら答えは一つだ。今のアリスがいなくなるなんて寂しいよ。せっかくこうして関わったんだからさ。キリト、お前はリアルワールドなる世界に生まれたことに加え、その無鉄砲な性格ゆえか私には想像もつかないことを考えますね。私がこの先も存在し続けられる道などないかのように見えたのに、どうしてか私はお前の言う可能性を信じたくなってしまいます。可能性は信じなきゃ実現しない。だから俺だけじゃなくてアリスも信じてくれよ。可能性を信じる。月が昇り始めましたね。治療しましょう。ああ頼むよアリス。なあ、毒が新生術で治るものでよかったよ。お前は確認不足を改めるためにもうしばらくしびれていた方が罰になってよかったかもしれませんね。言ったな。そうなるとアリスの膝も痛いままだぞ。その場合は地面に直接頭を置きます。なんでだよ。さあ早く行きますよ。おい、けなしといて無視するのかよ。キリト、うん、ありがとう。私はお前を信じます。そして今はただ精一杯、私は私として生きたいと思います。ああ、俺は必ずアリスが生きられる道を探してみせるよ。